おはようございますミスターマヤミさん、えー、そしてご覧の皆様どうもどうもいつもありがとうございますそっか軸の久保でございます今回ですね対アイルランド戦のラグビーこちらの試合を見てミスターマヤミさんが感じてくださった正しい準備とハードワークということなんですけどもそうなんですよねあのビジネスでもそうなんですよ私自分自身がやったことをこうやって振り返ってみると確かにね異常なことをしてきたから異常な結果を出てきたなっていうふうには思うんですよ、まあ、例えば今住んでるこの家なんですけどもこの家は一括で購入してるんですよね購入価格2800 ですけどももろもろ込みで言うとですねやっぱり3,000万をちょっと超えるような金額になってきますこれがやっぱり一括で買えるっていうのは通常はこれねあの30年とか35年のローンを組むわけですから言ってみればあの人生の大半をね この借金を返すために生きることを確定しなければ一戸建て1軒買うこともできないということもありますけども私の場合は40歳まで本当に一文なしと言いますかね借金があったぐらいだったんですけどもまあそれをはねのけてこの一戸建てをね買うことができてそれで家を買った翌年にはもう外壁塗装っていってね家の壁面を200万ぐらい費用がかかるんですけどもこれもまあ一括でえまあ新しくしてですね黒い外壁から白い外壁に。 しました、まあもちろん築30年なんでね塗装しないとどん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 傷んでくるところもあるんであのそういう風な形の劣化対策が一番だったんですけど、ね、経年劣化対策がね、えー、その次の年なんですけども、まあ、今年になりますかね、まあ、車を次々と買いまして、まあ、今はね次々としっても何,何台も買ったわけじゃないですけども結局今4台我が家にはあるんですよまあ住んでるのが2人なんですけども車4台という異常な状況になってきてですねでほとんど乗ってないみたいなことがあるわけなんですけどもこれ全部異常 異うだと思うんですよもちろんね消費を異常にできるってことは生産も異常にしてるってことだと思いますけども私の生産の異常さっていうのは一番最初に えー、自己アフィエートねこれを覚えてなんだこの異常な稼ぎ方と思ったわけなんですよでその異常な稼ぎ方を異常なぐらい繰り返してきて、えー、1日に大体10万円の利益を狙ってきて、えー、今に至るわけなんですけどもまだね FX ですよね FX いわゆる投資投資で生きてるっていうのも多分皆さんの周りにもあんまりいないと思うんですよね投資で生きていくっていう形もね。でそうすると 投資を取り組んでそこで勝ち切るっていうこともやっぱり異常なことだと思うんですよ。この全てに言えるのが私がやってきたアフィリエイトにしてもそうですし投資にしてきてもそうですし、まあ、そのほかね、えー、いろんな例のやつみたいな案件もありますけども普通じゃ考えられないルート普通じゃやらないルートに飛び込んで、えー、普通じゃない結果を出してきてるんですよね。で多くの方はこう言います。普通はそんな考えに至らないよとそうなんですよ。普通の考えでは普通の結果しか出ないんですよね。で、まあ、ですんで、えー、準備とハーードワーク正しい準備 ですね、ラグビーでやっぱり勝とうと思っても正しい準備ですよね勝つための正しい準備をしないと勝てないですよ人並みの練習じゃ勝てないですよ特に対戦相手は人並み以上のことをやってるわけですからさらにそれ以上のねハードワークをしないと勝てないという意味でこのビジネスも人間関係もそうですけども異常なことをすれば異常な結果が出ると。 もちろん道を踏み外すようなことをしろってわけではないですよ、うんで平。平均値ではダメだってことなんですよ。まだ自分が平均値だなと思ったら、それをしのぐようなね、ボリュームでトレーニングをしなければなりませんし、異常な結果を求めるんだったら、異常な練習も求めていかないといけないのかなというところでございますね。今回のミスター真弓さんのメッセージから感じたことでございました。それではまた次の動画で会いましょう。